どうしてこんなことになってしまったんだろう。私は私の純愛を彼に捧げたかっただけなのに。猟奇的なキスを私にして、最後まで離さないでって言った。目を閉じても、あの日からいつも流れていたあの曲は今は聞こえない。でも平気。苦しみも悲しみもすべて階段。とりあえず登らなきゃ。大きい段、小さい段、いろいろあるけど、目をつむって、歯を食いしばって、一歩を踏み出して、とりあえず登らなきゃ。とりあえずでいいからこの一段、ぐっとこらえて登ろう。目を見開いて、会見室の扉を開けた。カシャ、カシャカシャ。カメラのフラッシュが眩しい。緊張で喉が渇く。それでは、ただいまより、今回の騒動に関し、エリの会見を始めさせていただきます。お、エリちゃん。はい、というわけで、こちらのゲームはですね、卒論を書くゲームです。こちらのオリジナルキャラクターの女の子が、ゲスの極みの彼氏と、卒論をするという、そういうゲームですね。完全オリジナルですね。早速やっていきましょうか。矢印がありますけど、これひまわりですね。ひまわりなんでしょう？ひまわりタップします。お！あ、これでなんかポイントを集めて、でなんか物語が見えるよ、みたいな、そんな感じなのかな？なるほど、13個でタップする。あ、私はエリ、ポジティブがあり余る元気っ子。うん。子供の頃から女優になるのが夢だった。ああ、これでなんか話をしていくって感じね。14歳でデビューして、タレントとしていろいろな仕事を、体を張ってやってきた。この話は完全にノンフィクションですからね。オリジナルですからね。はい。あ、フィクションですから、ノンフィクションじゃない。フィクションですからね。はい。歌手デビューもできた。そうだね、歌ってたね。うん。レギュラー番組もたくさん持ってるしね。動物と倒れたりともしてるし。ファンの人が一人でもいる限り、私は毎日笑顔でやってきた。そうだ、笑顔って言ったら好感度がね、ナンバーワンタレントだしね。テレビでは、CM のたびにいつも私の顔が流れてくる。CM もすごいしね。昨日は雑誌の撮影。明日は音楽番組の収録。もうこの子を見ない日はないってぐらいテレビに出てるぐらいだからね。フィクションですけど。レギュラー番組も今10本もある。すごいね。自分の時間なんかなくたっていい。もう仕事が友達みたいな、そんな感じなんだろうね。こんな感じで、忙しい毎日を過ごしている。もう、芸能人としてはもう売れっ子だからね。うん。中堅っていうよりも、もう完全にもうレギュラー10本を持ってるわけだし、一流芸能人と言えるんじゃないでしょうか。けど、忙しいって言葉は使わないようにしている。なぜって？なんで？忙しいという漢字は、心をなくすと書くから。ああ、確かにね、忙しいとそういう気持ちっつうのもね、なくなっちゃうからね。忙しいではなく、充実。いいね、ポジティブシンキング。あの子はなんかやっぱりね、ポジティブっていう子のイメージがあるしね。ひまわりって、まさにひまわりって感じの子だもんね。疲れたではなく、頑張った。口から出る言葉は、ハッピーな響きの方がいい。ハッピー。そう、ハッピーも口癖だったような気がする。ね。ポジティブとか、元気とか、笑顔とか。まさにこの子のためにあるような言葉だね。この子の名前なんだっけ？エッリーだっけ？エッリーちゃんだよね。エッリーちゃん。いいね、エリーちゃん。私はこんな言葉が似合うイメージで通っている。通っている？どういうことだろう？まあ、芸能人だから仮面は被ってるかもしれないけどね。最近のお気に入りのポジティブ発言は何って？うん、聞かせて。やっぱポジティブよりね、あ、ネガティブよりはポジティブの方が全然ね、聞いててもね、こっちもね、いい気持ちになれるからね。だからこそ、こうやって好感度ナンバーワン芸人じゃない、芸能人と言えるんだろうね。ヒルズ族に教えたい。本当の幸せはお金がかからないよ。だ、わら。あー、これツイッターとかでもね、こういうのつぶやいてそうだもんね。やっぱりお金よりも愛。そうなのかな？うん、充実した愛。ソファーの上のぬいぐるみが可愛いドレスを着てにっこり笑っている。私はそのぬいぐるみが子供の頃から好きだった。大人になっても私はそのぬいぐるみを捨てられないでいる。結構あれだね、メルヘンチックなところもあるんだね。まあ、ぬいぐるみ好きな女の子ってね、なんか女の子からしてもね、いいかもしれないし。私はいつも元気だよ。いつもみんなのために笑顔でいるよ。尽くすタイプっぽいもんね。私を応援してくれるみんなのおかげで、私は毎日幸せでいられる。だから私はみんなに幸せをお返ししてあげるんだ。いいな、もう仕事が大好き、仕事が充実、生きがいって感じなんだろうね。いや、いいじゃない。こういう風にさ、笑顔をくれる、本人がもう自ら笑顔ってわけだからね。心から楽しんで仕事をして、それでね、みんなはハッピーにできてるんだからね。素晴らしいね。いつでも綺麗にして、可愛い服を着て、
面白いことに楽しいって言って、夜空に散っているお星様の数だけ笑顔を散りばめて、みんなで一緒にいいねって笑うんだよ。いいね、恋愛とかも充実してそうだよね。清く正しい、そういう恋愛をしてそう。いいじゃない、いいじゃない。でも、どうしたの？でもって。ね、ぬいぐるみさん。ぬいぐるみに話しかけてんの？それちょっと怖いけど。これ結構ひまわり溜まるのも早くていいね。いいぞいいぞ。どん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 。みんなって誰？あれ？なんかおかしいぞ。ちょっとヤンデレっぽくなってきてない？この発言。ん？テレビの液晶越しで笑ってくれているのは誰？真夜中、手にしたスマホの向こう側で、私のつぶやきに優しくハートを押してくれるのは誰？そうだね。長く続けてるとやっぱそれさ、目の前の人っていうよりも、その他大勢っていう感じになっちゃうんだろうね。そっか、やっぱファンの人と触れ合いとかそういうのがないと、画面越しだと本当に私は笑顔にしてあげていられるのかなみたいな、そういう実感を持てなくなってきちゃうのかもしれないね。ぬいぐるみさんね、これでいいんだよね？どうだろうね。結果的にファンのみんなが笑顔になってくれてるんだからいいんじゃないかなとは思うけどね。私自身に欲しいものなんかなくても、みんなが私の代わりに私を知ってて喜んで望んで私の姿を通じて幸せを感じてくれている、まあ本人にとってはあまりよろしくないのかもしれない。楽しいと思えなくなってきちゃってるのかもしれないね。それはきついかもしれない。私のことを陰で悪く言っている人たちがいるのは知ってるよ。まあそれ仕方ないって。ファンがねいればアンチも絶対生まれるわけだから。ぶりっ子、ポジティブの押し売りって、そんなやつは気にしなきゃいいんだって。君のね、あのね、なんだ、特徴というか、長所っていうのはポジティブなところなんだから、そういうの気にしてたらダメでしょ。そこはポジティブに返さないと。で、それを糧に。でも、それが私だもん。みんなの知ってる私なんだもん。そう、完璧な人間なんていないんですよ。そういうね、欠点も含めて愛せてこそのファンですからね。いいじゃない、いいじゃない。私は誰に何を言われたって、みんなのために。そう、みんなのためにとか、そういう風に考えちゃうのは良くないと思う。まず自分が楽しんでこそだからね。そこは。その楽しみが、見てる人にも伝わるわけだし。元気でポジティブな私で居続けるんだよ。居続けるんだよっておかしいわな。元気とかいうのはね、自然に内からね、滲み出るものだからね。意識して出そうとするものじゃないし。そう。君は君のままでいいと思うよ。そう。そのままね、綺麗なミッキーで、ミッキーだけなんだっけ？名前忘れちゃった。リッカーだっけ？ね、それで行って、で、清純な恋愛さえしてくれれば全然 OK。下品だったり、ゲスっぽい言葉なんて、私には絶対いらない。そういう、まあ、イメージはあるかもしれないけどね。私はファンのため、みんなのために、ポジティブを極めた乙女を、誓います。誓います。誰に宣言してるんだろう。明日は音楽番組の収録だ。仕事も充実してるしね。最近話題になっているバンドがゲストって、マネージャーはいつだっけ？バンドか、最近デビューしたのかな？どうなんだろう？最近のバンド俺よくわかんないけど。なんだっけ、グループ名。カスの極み乙女。斬新、今までに聞いたことないような、全く新しいバンド名だね。これは売れそう。乙女っていうぐらいだからやっぱ女性ボーカルとかなのかな？そっかそっか。あ、人から飽きられたぬいぐるみは、薄汚れて捨てられる。でも私は決して汚れないし、捨てられない。おしゃれで最先端、みんなの憧れ。知ってるよ？これがみんなが欲しがっている私の姿でしょ？まあ演じるのも芸能人の役目かもしれないけど、それやったら疲れちゃうでしょ。やっぱそのままを出すっていうのは大事だと思うけど。今日私が MC として出演する音楽番組のゲストは、カスの極み乙女。聞いたことのないゲスっぽいバンド名。そうだ、ゲスっぽいバンド名だね。確かに。私、こういう下品そうなバンドって苦手かも。いや、それはタイトルだけで決めつけないのは良くないと思うよ。実際にその人を知ってから判断してみようよ。ね。でもいいや、みんなが喜ぶような明るいコメントさえすれば、そのグループの中身なんて割とどうでもいいんだもん。結構黒いこと言ってんだ、こいつ。腹黒くねえか、これ。あ、番組始まった。あれ、この人男の人じゃない？女の人かと思ったら意外に、これがボーカルの男の人なんだ。へぇー。あ、でもこの右側にいる金髪の人がそのボーカルの人なんで、この人に恋をしちゃうとかそういう感じなのかな。いいじゃない。お似合いのカップルって感じがするよ。付き合っちゃうよ、付き合っちゃうよ。いいと思うけどね、俺は。音楽番組のスタジオはいつもカラフルで騒がしい。それでは、本日のゲスト、カスの極み乙女さんでーす。乙女なのにボーカルは男なんだね。ケンタさんって言うんだ。ケンタさん、いいじゃない。付き合っちゃうよ。
事前に目を通した資料によると28歳。私の3個年下だ。あ、年下なんだね。ミキ31歳なんだ。知らなかった。塩系のあっさり顔で、個性的な感じがちょっとかっこいいかも。あ、第一印象はいい感じなんだね。うん、いいじゃない、いいじゃない。バンド名すごいですよね。どうしてこのバンド名になったんですか？ケントさんって、いかにもバンドマンって感じ。女の子が、この人なんか、ちょっとかっこいいって思っちゃうタイプですよね。ね、イケメンだね。そんなことないですよ。カスの極みのボーカルってだけです。まあ、謙虚だし、いいじゃないね。グイグイ来られるよりも、女の子はこういう謙遜した感じの方がいいんじゃないの？どうなん、人によるか。いつもと変わらない一通りのトークをした最後に、何何？エリさんはいかにも一番欲しいものだけが手に入りませんって感じの女の子な気がするな。え、これ初対面の人に対してちょっと失礼じゃないか。え、スタジオの空気が一瞬よどむ。そんな、そりゃそうだろうね。いきなり何言ってんだこいつってなるよね。それこそね、リッカーだっけ？リッカーは、もう芸歴も長いわけだしね、完全な先輩なわけでしょ。その人に対してなんか知ったような口を聞かれてもね、なんだこいつってなっちゃうわな。バレちゃいました？この間買ったアイスをドブに落としました。すごい。すごいね。いい返しだね。慣れてるね、仕事に。とっと、みんなが笑い出す。これぞ、一発逆転。ここで起点を聞かせるとさすがですね。番組を順調に盛り上がり、ケンタさんたちが歌の準備のために移動を始めた。私の一番欲しいもの。一番欲しいもの。そんなもの、別に私には何も。なんだろうね。お金は関係ないとかで、やっぱ愛とかが欲しいなんじゃないのかな。どうなんだろうね。愛されたいという気持ちは誰でも思ってるだろうし、欲しければ手を伸ばせばいいだけなのにね。歌が終わって、ケンタさんとカスの極み乙女のメンバーは早々にスタジオを去っていった。先ほどの発言申し訳ありませんでしたがないんだ。芸能人そういうところ厳しいんじゃないの？なんだろうこの気持ち。カスの極み乙女さんの曲を聴いたこのドキドキ、いつも見ている生の演奏とは違う変な感覚。バンドマンに恋しちゃう女の子、乙女って感じするね。私は笑顔でコメントをした後、今日の撮影が終わった。お疲れ様でした。いつも通りに仕事を終えて、いつも通り楽屋に戻ってきた。楽屋の挨拶は基本だからね、新人ならなおさらだし、べきじゃない、リッカーの部屋に来るんじゃないかな。さあどうでしょう。でもこっから先はいつも通りにしている場合じゃない。慌ててバッグを漁る。ん？どうしたの？なんか電話番号が書かれたメモが渡されたとか？急いでる時に限ってバッグの中のスマホが見つからない。ツイッターでつぶやくの、今日の仕事終わりみたいな。それも芸能人の務めだしね。収録が終わっても仕事があると大変だな。ハワイで買ったピンク色のゴテゴテのカバーに包まれたスマホを、ベッキーってなんかめっちゃストラップ、ベッキーじゃねえ、リッカーってすげえストラップつけてるイメージがあるんだけど、同じ色のイヤホン、いつ見つけて無理やり引っ張り出した。あ、先ほどの音楽を聴くってことね。カスの極み乙女。カスの極み乙女。あ、ハマっちゃった、これで。やっぱ音楽から入るんだろうね。やっぱバンドマンにとって音楽っていうのは自分の生き写しみたいな感じだから、それを好きになっちゃうってことは本人自体も好きになっちゃってるんじゃないかな。どうなんだろう。ネットで検索をかけると、たくさんの動画が画面上に並べられていた。もともと知らなかったんだね。なんか、そういうなんか、ゲストとして来るなら先に調べてそうだけど。さっきの歌はなんて言うの？私のために作られたあの曲。興奮して、資料に書かれていたタイトルが思い出せない。まあ、聞いてけばそのうちわかるんじゃない？私は画面上に並んだ彼らの公式動画を片っ端から聞いていった。買ってあげればいいのにね。で、それ買えばね、バンドマンにもね、貢献できるし。マネージャーが明日の予定を話すため、楽屋のドアをノックしてきた。ごめん！忙しいの！今までで一番忙しいかも！そうだね、将来のね、旦那さんのね、楽曲かもしれないからね。その後私は SNS のつぶやきで、この今の気持ちをつぶやいた。カスの極み乙女さんの曲を聴いた時のこのドキドキ、これってこうした時のあの感じですよね。え、こんなこと言っちゃっていいの？ファンからしてみたら、え、ペッキーもしかして付き合うのかみたいなことになっちゃうんじゃないの？大丈夫？胸がこうキュンって、好き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 って、はあ、幸せな苦しさ、完全に恋する乙女になっちゃってますね。色とりどりのこの世界が前よりもっとキラキラ輝いて見えるなんて、少し前の私には想像もできなかった。充実してるじゃない、いいじゃない、女性ホルモンたくさん出てんじゃない？いいね、いいね。この後どうなるんだろうね。これは、この感じはもしかして、これでリッカーちゃんから、このカスの極み乙女のボーカルに、どん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 グイグイいっちゃう感じになってくるのかな。それからしばらく、SNS で私はたびたび、カスの極み乙女に関するつぶやきをしてみせた。私はエリ、
あ、エリア、エッリーだった、リッカーじゃねえ。一応、押しも押される人気タレントで通ってるつもり。これちょっとうぬぼれなんじゃないですか。大丈夫、叩かれちゃうよ。うん、エッリーちゃん。すぐ叩くからね、こういうこと言うと。すぐに音楽関係者から、彼らのライブへの招待状が届き、私は喜び勇んで、ライブを見に行った。うん、いいじゃない、いいじゃない。これやっぱ芸能人とかだと、VIP 席とかに案内されるんじゃない？近い場所で聞けるんだろうね。ライブ直後、関係者のご好意で、ケンタさんのいる楽屋にお邪魔した。エリーちゃん、これはいいんじゃないの？挨拶できるよ。この前はどうも、みたいな。ファンになっちゃいましたー、いいじゃない、ストレートでいいよ。まっすぐ彼に向けて、私はそう言った。彼はどういう反応をするんだろうね。俺も、実は前から、エリーちゃんのファンでした、みたいな。言葉って不思議だ。私は、ケンタさんが奏でる言葉で、ケンタさんから幸せをもらった。音楽っていうのはね、文字とかをストレートにね、表現できるからね。今私は、その幸せを何とかして、言葉で返そうとしているんだ。それでも、もどかしくって。たった、この一言しか返せない。うん、ありがとう。ケンタさんが、相変わらずさっぱりした表情で、私をじっと見つめる。お？お？これ脈ありなんじゃない？アリさん。これからメンバーとスタッフと食事に行くんだけど、もしよかったらどうですか？どういいじゃない、行きましょうよ。え、くっついて行ってもいいんですか？むしろ行きます、食べます、私肉大好きなんですいいじゃないいいじゃない、これでね連絡先ゲットじゃん。都内某所にてカスキワメンバー、スタッフ、ケンタさん、そして私も含めてライブの打ち上げ。私はケンタさんの隣に座った。結構ね、草食系と思ったけど、結構肉食系なんだね。今日は皆さんお疲れ様でした。無事ライブが終わったのと、エリーさん、ようこそも含めて、乾杯！みんなでワイワイ、たあいもない話が、なんだか幸せ。そういえばエリーさんは、普段友達とかから、なんて呼ばれてるの？あ、なんて呼ばれてるの？仲のいい友達だと普通に、エリーちゃんが多いです。うん、じゃあ、カスカヤにも参加しちゃったし、今日から、エリーちゃんだね。やったね。うん、エリーちゃんです！わら。私は、じゃあ、ケンちゃんって呼んじゃっていいですか？めっちゃ接近してるじゃないですか。もちろん、ケンちゃんです。カトちゃんケンちゃんです。いろんな話をした。話しても、話しても、尽きない。いいね。打ち解けちゃったね。このまま明日の仕事を忘れて楽しい時間を過ごしたいけど、そろそろ今日は帰らなくちゃ。ケンちゃん、今日はとても楽しい時間をありがとう。私はもっといたいけど、明日朝早いから、今日は先に上がります。まあそうなっちゃうわな。売れっ子だし。ありがとうと直接あなたに言えるこの距離に、ありがとう。かっこいい名言だね。ありがとうと直接言える距離に。それにありがとうでしょ。さすが、それはね、なかなか思いつかないな。さすがミュージシャンっぽい感じがするわ、芸能人。あとそうだ、ぜひまた食事に行きたいので、LINE とか交換してください。LINE ね、LINE 大事だよね、LINE でやり取りするのって。やっぱり私も女の子だ。女の子だったら誰でも好きな人の前では乙女スイッチが入りますよね。いいね、恋する女の子って感じ。いいじゃない、いいじゃない。それから私たちは LINE で連絡を取るようになり、何度も一緒に食事に行った。完全にデートですね。これ付き合ってると言えるんじゃないですかね。もう付き合っちゃうよ。あ、ソファーの上のぬいぐるみが静かにこっちを見ている。嫉妬してる？ごめんね。私は今、幸せなんだ。画面越しのみんながくれる幸せとは全く別のものなんだよ。変わる心に動揺なんてして、明日を悟って目をつむる。悪くないの。私以外は私じゃないって。私以外私じゃないって。完全にオリジナルな文章だね。報われない気持ちでもしまって生きて。あれは私だ。私なの。あの歌は私なんだ。彼が歌う私にとっての私だけの歌。私へ向けたメッセージ。お、完全自撮りとかしちゃって。大丈夫これ、流出しない SNS とかに。怖いんだけど、そういうの。ケンちゃんと二人だけでこの店に来るのは何回目だろう。両手で数えきれなくなってきた。お酒飲んで、写真も撮って、キスもした。それでも全く飽きる気がしないのはどうしたのかな。これ、まだ付き合ってないってことはないよね。付き合ってるよね、キスしちゃって。うん。いや、でもどうなんだろう、今時の子は、キスしても付き合ってないとか平気で言えちゃうのかな。恋とか愛とか、うん。そんな言葉は世界中のどこにでも溢れ返っている。そうだね。うん。そういう安い言葉じゃなくて、本当ない、リアルラブを求めているんだろうね、この子は。うん。いいじゃないじゃない、もうモテモテ。世界中のみんながこんな幸せを当たり前に感じているのかな。それってすごいな。本当の幸せって、こういう気持ちのことを言うんじゃないかな。なるほどね。時間もいい感じなんで、ちょっと今日はこれで終わりたいと思います。次回、この二人がどうなっちゃうんですかね。卒論とは一体どういうことなんですかね。気になりますね。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。バイバーイ。